母さんが死んだ。だけどお前は嫌われてたから葬式には来るな。夫は私に絶対に来るなと何度も言い、私が葬儀に参加するのを拒絶した。なんだか怪しい。そう思った私は真相を探るべく自ら動くことに。そして葬儀会場まで駆けつけた私。するとそこで夫が驚きの発言をしたのだ。本日は妻のためにお集まりいただき誠にありがとうございます。私の名前は歩美、30歳の専業主婦だ。夫の雄太と結婚して2年になる。私と夫の出会いは仕事関係だった。彼は私が働いていた会社の取引先で同じ担当者同士だった。彼は私と同い年なのだが、仕事の時はとても落ち着いていて頼りがいがある。それでいてコミュ力が高くて、仕事の合間のちょっとした会話とかでも私のことを笑わせてくれた。この人と付き合えたら楽しいだろうなと私は密かに彼に思いを寄せていた。するとある日、彼の方から食事に誘ってきてくれたのだ。私はびっくりしてとても緊張したが、彼との食事はすごく楽しかった。彼はカジュアルなイタリアン居酒屋のようなおしゃれだけど敷居の低いお店を選んでくれて、すごくセンスがいいなと思った。その後も何度か食事に誘ってくれたのだが、彼が連れて行ってくれるお店はどこもすごく美味しくて、そういったお店をたくさん知っているところもかっこいいなと、ますます私は彼に惹かれていった。それからどんどん距離が縮んでいき、私たちは交際を始めることに。交際は順調に進んでいき、私は付き合えば付き合うほど彼のことが好きになった。仕事の時はすごく真剣でキリッとしているのに、プライベートになるとまるで少年のように笑顔が絶えなくて明るい楽しい人になるので、そのギャップにやられてしまうのだ。そして交際を始めて2年ほどが経った頃に彼にプロポーズをされた。歩美、俺とこれからの人生をずっと共に生きてほしい。俺と結婚してください。はい、よろしくお願いします。私は彼からプロポーズをされて本当に嬉しかった。プロポーズの場は夜景の見える高級レストランで、彼は終始ぎこちなく緊張していたからもしかしたらあるかもと思ったが、実際にプロポーズされた時は私もパニックというか頭が真っ白になった。もちろん嬉しいのだが、私たち以外の空間の時が止まっているような、そんな感覚を味わった。きっとプロポーズをされて返事をしたのは時間にしてはほんの数秒のことだろうが、私にはとてもスローな感覚で何時間にも感じられた。とにかくそれくらい印象的だったのだ。プロポーズや結婚というものに女性がすごくときめく理由がわかる。私もしばらくポワポワした感じで落ち着かなかった。それから私たちはお互いの親へ挨拶に行くことに。私の親はすぐに雄太のことを気に入っていた。ユータはとても真面目だし、それでいてコミュ力が高いからすぐに私の親とも打ち解けていた。父なんか今度飲みに行こうなんて言ってて、とても気に入っているのが分かった。いいご両親だな。本当？ああ、これからもっと仲良くしていきたいと思うよ。そう言ってくれて嬉しいわ。彼が結婚の挨拶の帰りにそう言っていたので、私はこの結婚は絶対うまくいくだろうと思った。そして次は彼のご両親への挨拶の日がやってきた。はじめまして、歩美と言います。まあどうもよく来てくれたわね。さっさ上がってちょうだい。歩美さんは雄太のどこに惹かれたのかしら？仕事の時は真面目なのに、プライベートでは。ああちょっとなんか恥ずかしくなりそうだからやめてよ。あら、なんで止めるのよ雄太、また話を聞きたいじゃない。別にそういうのはいいだろう。もっと歩美のことについて聞きなよ。何よ、恥ずかしがっちゃって。歩美さん、家内と息子がうるさくてすまないな。あ、いえ、すごく楽しいです。彼のご両親はとても気さくで優しい人だという印象だった。結婚後もきっと義両親との交流はたくさんあるだろうな。お盆や正月とかに義実家で宴会などをして、今日のような楽しい時間を過ごすのだろう。私はその時は結婚後の生活をすごく楽しみにしていた。その後両家の顔合わせもして、無事に結婚式も挙げることができた。お互いの友人たちや職場の人たちもたくさん参列して、とても幸せな結婚式になった。そして新婚旅行に行き、私と夫は新婚生活をスタート。私は結婚を機に仕事を辞めて専業主婦になった。これは夫の願望だった。
俺が二人の生活を支えるから結婚したら歩みには家庭に入ってほしいんだ。うん、分かった。私は仕事が好きではあったが、それ以上に夫との生活の方が大事だった。彼が望むなら私は喜んで専業主婦になろうと思えた。そして一生懸命に家事を頑張って夫のサポートをしようと意気込んだ。だから夫が疲れて帰ってきてもちゃんと癒せるように料理や掃除を頑張った。今日はゆうたの好きなハンバーグだよ。やった、あゆみのハンバーグはお手製のデミグラスソースが美味しいんだよね。嬉しいわ。添え物のミニナポリタンも美味しいよね。具なしだと地味に手間かけてるからね。ケチャップを最初にバターで火にかけて酸味を飛ばしてるの。すごいな。いつも美味しい料理が待ってると思うと早く帰りたくなっちゃうんだよね。完全にあゆみに胃袋をつかまれちゃってるな。でもゆうたが早く帰ってきてくれて嬉しいよ。夫婦としての時間を長く作れるしね。私たちはこんな風に新婚生活はずっとラブラブだった。だが結婚して2年目に入ったくらいから少しずつ夫婦の中に変化が訪れ始めた。今日も？悪いな、急な飲み会が入ったんだよ。仕事上での付き合いなんだ。そっか。帰りも夜中になるだろうから寝てていいから。分かった。夫は仕事が忙しくなり、さらには接待のような飲み会も増えているようで、晩ご飯を家で食べる日が減っていった。真夜中に帰ってきて、そして出勤する時間のギリギリに起きてきて慌てて会社に行くので、ほとんど会話をしないで終わる日だってあるくらいだ。私はとても寂しかったが、夫は仕事の関係で飲み会が増えているから仕方ない。夫がそうやって頑張ってくれているから私は今ご飯を食べさせてもらえてるんだ。だからそこはちゃんと理解をしてあげないと。私はそうやって自分自身に言い聞かせていた。私がここで何か文句を言ったら夫は困ってしまうだろう。それに急な飲み会でもちゃんと連絡はくれている。まあだいたい晩ご飯を作り終えてからのことが多いが、一生懸命作った料理を食べてもらえずに終わってしまうのは思ったよりも悲しい。自分しか食べないならもっとサボるのにという思いもある。夫が食べなかった分は翌日に私がお昼に食べるのだが、昨日の晩ご飯と同じメニューをどちらも一人で食べるのは結構寂しいのだ。もやもやした気分で私はしばらく過ごしていたのだが、夫はその後も飲み会が増えていった。また残業をする日も増えていて、こんな夜中にこの量は食べられないわとか、なんか軽めのインスタントラーメンとかでいいかななど、私の料理を食べることがどんどん減っていった。私は果たして必要とされているのだろうか。なんだかいてもいなくてもいいような存在に思われている気がする。夜の営みだってだんだん減ってきているし、結婚当初は子供が欲しいねなんて話していたのに、最近は夫は避妊具まで装着するようになった。さすがにそれにはびっくりして夫に理由を聞いたのだが、今は仕事に集中したいから子供を産むのは得策じゃないだろうと言われてしまった。まあ確かにそうなのかもしれないが、なんだか夫からは子供を作りたくないような、そんな雰囲気を感じた。そしてそれから私たちはどんどんすれ違うようになった。夫は家にいる時間が本当に短いので会話が全くないのだ。ひどい時はおはようと言ってらっしゃいしか言っていないと思う。帰りが遅すぎるからお帰りとお休みを言う機会がないのだ。夫がそんな感じだから私は料理へのモチベーションも下がっていった。どうせ夫は今日も食べないだろう。そう考えると本当に適当なメニューになってしまう。するとそういう時に限って夫は普通に定時に帰ってきたりするのだ。しかもその時に出された料理を見て、なんだか手抜きだなと文句を言ってきた。さすがに私もこの時は感情的になって怒ってしまった。だってあなたが食べるかどうかわかんないんだもん。それなのに手の込んだものを作って食材を無駄にするのも嫌なの。いつも飲み会ばかりだし、残業ばかりだし、ここにだって寝に帰ってきてるようなものじゃない。そんな状態だったら晩ご飯を作るやる気も下がっちゃうでしょ。私は相当にフラストレーションが溜まっていたようだ。自分でも驚くほど夫に不満をぶちまけていた。すると夫は顔を真っ赤にして怒り始めた。はあ？お前、俺の稼ぎで食わせてもらってるのに何生意気なこと言ってんだよ。俺が食べる食べないに関わらず、毎日ちゃんとした食事を作って待ってるのが嫁ってもんだろ。お前がそんなにも自己中心的なやつだとは思わなかったよ。夫がそんなことを言ってきて、私もカチンと来てしまった。
自己中心的って何？私はあなたが専業主婦になってほしいって言ったから仕事を辞めて毎日一生懸命に家事をやってるのよ。毎日やきもきしながら今日は食べるのかわからない中で料理をするのってすごくストレスたまるんだから。俺は仕事の関係で遅くなってるんだぞ。それに文句をつけるなんてひどい嫁だな。そんなやつには罰が必要だな。罰って何よ。俺が家に入れるお金を減らすんだよ。え？まあ今までは月10万も入れてたがちょっと多すぎるだろ。いやいや待ってよ、いつももらってる中から光熱費と食費とその他の雑費を出してるんだから、減らされたらかなりやりくり厳しくなっちゃうよ。だから罰って言ってるだろ。お前には気合を入れ直してもらうために節約を本気でやってもらうんだ。とりあえず3万でやりくりしろ。そんな3万なんて無理よ。無理でもやるんだよ。とにかく俺はもう3万しか渡さないからな。夫はそうやって本当に私に3万しか渡さなくなった。その中からガス、電気、水道代を支払ったら食費に残せる額なんて本当に少ない。夫がほとんど家で食べないからといってさすがに少なすぎる。だが何を言っても夫は3万以上渡してくれなかった。だから私はものすごく工夫して料理をして何とか食費を抑えた。もやしを多用したり何でも豆腐でかさ増ししたりした。YouTube でもたくさん貧乏飯と言われるメニューを検索しまくったし、自分でも研究してメニューを開発した。だがそれでも3万を超えてしまうことは当たり前にある。しかしそれは食費が原因ではなかった。夫が酔っ払った状態でシャワーを浴び、シャワーを流しっぱなしにして長時間風呂場にいたり、電気をつけっぱなしでソファーに寝ていたりすることが多いからだ。そういうことが積み上がっていき、光熱費などが高くなって私の食費に使える金額が減っていくのだ。3万を超えた分は仕方ないから私は貯金を少しずつ崩しながら生活をしていた。どんだけ節約してもどんどん減っていく貯金。私は今後の人生がものすごく不安になった。かといって専業主婦になってしまった私に今すぐ離婚して一人で生きられる生活力はない。しかし夫は私が働きたいと言っても許可をしてくれないのだ。不要とかいろいろめんどくさいんだよ。私はほとんど家に監禁されているような状態だ。そして私は他に頼れる人もいなかった。私の親は遠方に住んでいて、それでいて最近は父が足腰を悪くしているらしく、母は介護をして大変な状態だ。だから私のことで余計な心配をかけたくない。また義両親に相談をすることも難しかった。夫は結婚してから数える程度しか義実家に帰省をしなかった。だから私が義両親と接する機会はものすごく少なかった。そして夫曰く義母が私のことをあまり好いていないそうなのだ。私は義母が嫌がることを何かしたのかと思い返すが、何も心当たりがなかった。だから好かれていないと言われている状態でこちらから連絡をする勇気は出なかった。私は辛い気持ちを我慢しながら日々を過ごしていた。夫はだんだん家に帰ってくることもしなくなった。会社に寝泊まりした方が早い時があるんだよ。後輩が会社近くに一人暮らししてるんだ。そっから通勤する方が時間の節約にもなるからな。そんなことを言って家に帰ってこない日が増えた。これじゃあ私が夫と結婚している意味が全くないだろう。そのように考えていた時、珍しく家に帰ってきた夫が驚きの発言をしだした。母さんが死んだ。え？ちょっと待ってよ。お母さんが死んだってこと？ああ、急な病気でな。すぐに葬儀がある。だけどお前は嫌われてたから葬式には来るな。いや、ちょっと待ってよ。私だって身内なのよ。さすがに息子の嫁が参列しないなんてありえないでしょ。そんなの気にしなくていい。葬儀には母さんが来てほしいと思っている人だけが来るべきだからな。なんで私はそんなにお母さんに嫌われていたわけ？全く心当たりがないんだけど。そんなの知らねえよ。人が人を嫌いになる理由なんていろいろあるだろうし、とにかくお前は来ないでくれ。そんな。夫は私に絶対に来るなと何度も言い、私が葬儀に参加するのを拒絶した。なんだか怪しい。そう思った私は真相を探るべく自ら動くことに。回りくどいことは一切しないで、私は夫がいなくなったタイミングで義実家に向かった。おそらく夫は今葬儀に関しての準備などのために義実家に行っているのだろう。夫と義父に門前払いをされるかもしれないが、それでも結婚して嫁になった身としてちゃんと義母の葬儀に参列したいと思った。だからちゃんと真相を突き止めて納得したかったのだ。
私は急いで車を走らせた。そして1時間ほど車を走らせると義実家に到着した。その時に私は疑問に感じたことがあった。夫の車がないのだ。もしかして義実家で義父と話し合いをしているわけではないのかな。そんなことを思ったが、とりあえず私は車を止めて義実家のインターホンを押した。するとなんと義母が出てきたのだ。え？あ、お母さん？あら、あゆみさん久しぶりね。本物のお母さんですか？何言ってるのよ急に。久しぶりの再会で面白いこと言うわね。それにしてもあゆみさん体調は良くなったの？え？どういうことですか？まず義母が生きている時点で夫が嘘をついていることは分かった。だが私の体調についての話はよく分からなかった。私はとりあえず中に入れてもらい、義母と詳しく話をした。私は夫から義母の葬儀のことや、私が義母から嫌われていることを話すと、どんどん義母の顔が険しくなっていった。信じられないわ、実の母親が亡くなったことにするなんて。一体どういう理由でそんなことを言ったんでしょうか。しかも私が体調を頻繁に崩しているから、お母さんたちと会いたがっていないなんて嘘までついてたとかひどすぎます。私と義母は夫に対しての怒りがあふれ、絶対に真相を突き止めることに決めた。義父も義母から話を聞いていて大激怒していて、私たちは3人で協力し合って夫の動きを観察することに。夫は明日葬儀があると言っていた。そして翌朝に喪服姿で夫は出かけていった。それを確認した私は義母に連絡。義両親は事前に義父の弟から借りた車で夫の車をつけた。すると葬儀会場が分かったので、私は急いで自分の車に乗り葬儀場まで走った。そして葬儀会場まで駆けつけた私、義両親と合流し、私たちは他の弔問客と一緒に会場の中に入った。夫の姿を探すと、参列者たちの前に立ちマイクを握っていた。するとそこで夫が驚きの発言をしたのだ。本日は妻のためにお集まりいただき誠にありがとうございます。はあ？妻？私は義両親と顔を見合わせた。妻である私は健在なのだが。すると夫はさらに驚きの発言をした。リサは本当に素敵な女性で、私は彼女の笑顔にいつも救われていました。リサって誰だ？この時私と義両親は夫が別の女性と調婚していることを理解した。私たちはすぐに会場を出て役所へ行った。そして職員の方に調べてもらうと、私は除籍となっていたのだ。つまり私の知らないうちに離婚になっていたということだ。私たちはすぐに葬儀会場に戻った。葬儀はちょうど終了したところで、夫はリサさんの親族らしき人と話をしている。おいユータ、これは一体どういうことだ？父さん。ユータ、ちゃんと説明してもらうわよ。母さんまで。夫は私の姿も発見すると絶句していた。リサさんの親族らしき人たちは目を丸くしながら私たちを見ている。そしてその中の男性がこんなことを言った。ユータ君、君は親がもうどちらも亡くなっていると私たちに説明していなかったか。おそらくリサさんのお父さんなのだろう。私たちはその発言を聞いて呆れ返ってしまった。あ、いや、どういうことか説明してくれるかね。リサさんのお父さんもユータの反応から何か怪しいと思ったのか、怪訝な顔でユータを見ている。すると義母が代わりに説明をした。私と主人はユータの親であり、今も元気に生きていますよ。そしてあなたの娘さんとユータがどういうご関係か知りませんが、こちらの女性はユータの嫁であり、彼女は知らないうちに勝手に息子に離婚させられていたんです。私たちはそれをさっき知りました。義母の発言にリサさんの親族たちがざわつく。そしてリサさんのお父さんは顔を真っ赤にさせた。どういうことだ貴様、娘を騙していたってことが。バツイチの独身だと言っていただろうが。しかも両親はすでに亡くなっているから、両家の顔合わせもできないと嘘までついて、お前みたいな最低な男に騙されたまま死んだ娘が不憫だ。リサさんのお父さんは今にもユータに殴りかかりそうになった。だがそれをしてしまえば彼の方が罪に問われてしまう。
その気持ちを悟ったのか否か、義父がユータの前に立って思いっきり頬をぶった。ユータは衝撃で尻餅をついて頬を押さえている。お前はたくさんの人を傷つけて何がしたいんだ。お前がそんなにも最低な人間になっていたとは思わなかったぞ。父さん。うるさい。お前はもう私たちの息子じゃない。絶縁だ。そんな。親を死んだ体にしてたんだから当然でしょ。あなたにとって私たちはいないようなもんなんだもの。私たちだってもうあなたはいないものとするわ。母さんまで。そして義両親はリサさんの親族に頭を下げて謝った。絶縁する前に最後にこいつの親として多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。本当に申し訳ありませんでした。顔を上げてください。悪いのはあなたたちではなくこの男だけですから。私たちは騙されたリサの代わりに彼を訴えるつもりです。え？リサさんのお父さんの発言にユータが顔を青くする。そして私もそれに続いた。私も不倫をされていたわけなので彼にだけ慰謝料を請求します。あとは勝手に離婚させられていたこともですね。そんな。その場にはもうユータの味方などおらず、ユータは呆然としたままその場に膝から崩れ落ちた。リサさんのお父さんはそこにいられたら邪魔だ、さっさとここから立ち去れと冷たく言い放ち彼を追い出した。その後私は弁護士を通してユータに慰謝料を請求。またユータは離婚届を捏造してそれを受理されたことで罪にも問われて罰則金を支払うことになった。さらにはリサさんのご両親からも訴えられて、その分の慰謝料も支払わないといけなくなった。ユータとリサさんはなんと合コンで知り合ったそうで、ユータは既婚者だということを隠して参加していたそうだ。それでリサさんに一目惚れして口説いて結婚までしてしまったということだ。私とは自然消滅を狙っていたそうで、だから私とすれ違うようにし、その間にリサさんと会う時間を作っていたらしい。真相を知って私は呆れて物も言えなかった。そして彼には容赦しなくていいと分かったので、私は600万の慰謝料を彼に請求した。彼は私やリサさんのご両親への支払いなどを合わせるとだいたい1000万ほどの借金を背負うことになった。彼はそこまで給料が高くないので、おそらく完済するのに相当な時間がかかるだろう。そして義両親からも愛想を尽かされて絶縁されているので完全に孤独状態だ。本当にいい君だし自業自得だ。一方私は一旦実家に戻ることにした。そして少し心を休めて地元で仕事を探すことにする。親は私に寄り添って慰めてくれて、やはり持つべきものは信頼できる家族なんだなと思った。だから私が元気になってまた働き始めたら、親と旅行に行ったり家族としての時間をたくさん取ろうと思う。ユータはクズすぎますね。もっときつい制裁を与えられて二度と社会的に生きられないくらいになればいいのにと思ってしまいます。主さんは義両親がまともな人でよかったですね。こんな最低な男のことは忘れて、これからの人生を幸せに生きてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。